試合後。っていうかあれだよな、リリス出てこなくなったら大丈夫かなと思ったら通るだもんな、もっとめんどくさくなっちゃったよ。ゲイをいつ出せばいいんだ。ジオ体制を、あーミックくんか、準備してねえな。とりあえずヒートだな。アギとザンだべ、使えんじゃんゲイル。よし、まずヒート、あーでゲイルで、こやつか。うん、で、大丈夫でしょう、うん、特化してるな、だいぶ、うん、ザンマぐらいまではある、確か。アギライン、いいね、ザンマまではあるはず、うん、なんかのボスのために、なんだっけ、何のために覚えたんだっけこれ。あんま確かあれだ、あの四大天か、うん、四大天でいいのかな、あれ読み方、四大天使。当然ダブルですよね。釣りブレイク、ミック君どうだったっけ。いや大丈夫だね、うん、さてどうすっかなと。いらねえやつを外しつつ、あ、そうか、一応つうか持っといた方がいいよな。あ、なんどうしようか、物理下げる。うーん、俺スクカジャ好きなんだよな。まあ知ってると思いますけど、俺を知ってる方は、うん、スクカジャ好きなんだよ俺。あ、だテラだ、テラ、テラ打ってくんだよな。テラブレイクか、地変ブレイク、あった地変ブレイク。そうか、ロワルド、そうだロワルドくんだよ。やるぜロワルドは。どうしよう、あとあとどうしよっか、何がいいかな。スカジャか、ズンバ打たねえべな。物理、単発物理、あ、ヘルファンがあったべ、確かこれつけとこっか。電撃はいらねえ、うん、地変はない、うん、まあいいか別に。脳天ズンバ、うん、デモン、つまき地獄、うん、なんかもう一声なんかねえかな。俺でいっかとりあえず。ああ、あれだ、あるんだ、うーんと、つくんだ。よし、これでいこう、補足しちゃうか、これで。 OK、 順番どうしよっか。なんでもいっか、いけべ。あ、しまった、これ回復ができないぞこのパーティー。あ、これあったじゃん、ありがとうルーパー。今ここに最強の選手が生まれた。リアラマメディア、あー、これかな、とりあえず。よし、いくぞ、これいけべ、さすがに。来いよミック。出たー、ミートボール。ぐはははは。はあ。
クリューヘブン、何スクリューヘブン、残攻撃力低下効果、そう頭、頭と体どっち、多分頭がね残だったはずなの。最強すげえ、残弾両方攻撃したら使ったし、ファミラインスクリューヘブンやっちゃう、これやるか、しかし地変、一応地変をブレイクしないといけないのでここは我慢、あと同時ダメだよな多分、やってみよう、違う、俺アカシックバリッツやってしまった、配管いい力、言うほどいい力でもね、やるかこれ、いくぞスクリューヘブン、感動のあまり声が裏返ってしまったな、攻撃魔力ダウン強くね、いや、とりあえず残弾イン、飛びラインでこれだな、うん、あ、違うな、地変先かな、でも、まあ、地変弱点じゃねえな、それ待って、つくんだやっとこう、ういっ来るぞヒート、ヒートか、スクリューヘブンができないじゃないか、これ地変なんだよなこれな、さてどうする、片っぽに攻撃してくるんだよな、確かに、いや、これはどんぐらい回復するんだろうていうかあれだ、ヒート連れてかれたからあれだ、地変防御できねえ、あ、すぐ戻った、あ、大丈夫、うおー、たまんねー、ちょっとたまんねーな、これはさすがに、OK、どうしようかな、ファミラインして、みんな1回ずつ回復だな、これみんな1回ずつ回復、あ、そう、冥界のもんか、布石か、あった、スクリューヘブン、スクリューヘブン、ヘブン状態すげえ、もう赤いよ、胴体、あーそっか、顔と胴体そっか違うんだよな、地変ブレイクして気休めのメディアでもやっとくか、メディラマ欲しいなマジで気休め、あ、よかった、じゃスクリューヘブン、サンダインかアギダインなんだろう、これ以上効果いいんです、体だけ残ってる、面白いことになってる、地
念にして、気持ちばっかりのメディア体ってくんだ。ういっ、ほら、ありがとうルーパー、締めてくれた。かっこよく締まったな、ありがとうルーパー。あ、シエロも上がった。お、来た来たぞ、物理リフレクト。テトラアタッカーってな、落下じゃ。サイコブレス、サイレントハウル、よいよい。本来あるシエロの形に近づいてきた。ミートボール君撃破です。まあ、スキルが強いスキル使う。敵全体の物理大ダメ、残り HP、 威力変化。あー、低いのか。低確率、全体即死。まあ全体即死なら割と低確率で、でも戻さねえだな。やべえ、面白かった。ブラインにしないとちゃう。これね、なんとも言えねえな。これは通常攻撃、石化。あ、強っ。通常攻撃に石化がつくのか。なるほど、ちょっと面白いな。ほんで、で火炎反射っていうか、これあれか、つけなくていいのか。まあ、物理つけるんですけど。HP ブースター。どうしよっかな、HP ブースターなんかな。あれですよね。ああ。なんか属性だな。属性なんかつけないとな。神経はヒートがつけてるから。ああ、俺テンタだ、テンタ思い出した。俺は混乱だ。よし、 こっちはいじってないんだよね。うん、ヘルファングヒート。いやー、面白いなこのゲーム本当に。エクスプロージョン、これか。これ強えよな。うん。神経系。ロワルドの遺産。ファインドレン、凍結。ポインボーズ、チェーンブレイク。チェーンブレイクいらんねえな。さてどうしよう。神経デストロイヤー、デストロイヤー持ってっといいよな。神経は、神経ってあれだろう、睡眠と魅了と混乱とか、あれ違ったかったっけ。うん、魅了、混乱、麻痺、この辺じゃなかったか。パナシアで直せるやつだよな。てか残るやつだよな、確か。あ、残らないやつだ。どうしようかな。あれか、物理。物理が物理。俺何つけてたっけ。まだいいのはねえのか、物理。ズンバか。キロチンクロ。キロチンクロ欲しいです。ありがとうルーパーだよ、マジで超かっこよかったよ。ルーパーいい男よ。あー、馬率か、アカシック馬率。でもね、どっちがいいんだろうな。うん、中ダメランダム、 HP 依存、HP 依存な。
電撃電撃。こんな感じかな、とりあえず。OK。ミックザミート。こっちになんかある。あった。よーし。次は、バロンか。ベック大佐だ。ローな、多分。ふい。今日こそ俺だよ。ソリッド。チョージブラックだ。二人で一緒にいるんだ。申請して、やべえ、また泣いてしまいそう。なんかやっぱあれだよな、ワンからやってるとさ、まあ、結構感覚空いちゃったんですけど、空いたからこそなんか、ダメージゾーンか。あ、シュレディンガー、その力を封じ込められる。敵と遭遇しても悪魔へ変身することはできないだろう。やっとだ。一回戻るか。ミックくん。なぜ。しょいえ。第五階層はどこまであんだ。家具土島というね、あのものが世の中にはありまして。それを考えるとどこまで続くのかな。ウィ。なんぞ。キシンマントラ、ピピピ、これだ。ダークミラージュ、ダークミラージュ、マフルデストロ、MP ハイブス。ダークミラージュってなんだ。シエルはまあこっち路線 でアルジラさん回復で、ゲイルがあるから状態異常系か。なんかゲイルでもまあ出だしかな。マッスル、あ、最後の、あ、出た、物理ドレインMP40 消費いくつっすかこれ。60万、書いて。最後の晩餐来ましたね。晩餐はまあ最強だからな、基本。よし、じゃあお花売っちゃいますか。俺がここだと決めたら死んでますよ。覚えときな。かっこよすぎんだよな、マジで。よし、行くぞ。20万、しかも5個持ってる。100万じゃない。すげえ、超上がった。あ、もう怖いものが150万になってしまった。怖いものがなくなってしまいましたね。別に今なら弾を買っても、弾買ってもいいんだけど、別にいっか。すげえな、デッドエンド石化か。ワンチャン、どうしよっか。もう行っちゃうか、バカ野郎は。こっちが物理の最高峰か。一体何が待っているんだろうな。物理と自動スキル、パワーカー、こっちな。なんだろうな、なんかでもこれが7か。7だと結構長いだな。最後の晩餐欲しいな。ほしゃ、行こう。行ったれ行ったれ。転送。転送滅。あら。ウィッ。ミックってバロン倒したら、なんだろうな。この、2か、2のボスとかは出てこないのかな。あの、3人組とか、アバドンになる。まあいいや、とりあえず、切りますか。